もともとエキストラの現場で一緒になった男の子で、まあ、彼とその現場ですごい仲良くなって、こう撮影があるんだけど来ないみたいな声かけてもらって、まあ、彼が撮影してるのとかを見よう見まねでやってって、そこからこう何度か撮影現場に呼んでくれたんですよ。何十人もいてみたいな大所帯なところから2人でこう撮影するようになってやっていくうちに、結構カメラマンの知り合いとかスタイリストメイクさんとかバーって増えてって、個人的にもちょっと今度撮影しようみたいな声をかけてもらえるようになって、なので結構自然に自分が意図してなろうっていうわけではなかったんですけど、まあその友達がきっかけを与えてくれたっていうところですね。もともとはもう全別物だと思ってて、まあ、自分の中でも役者像ですけど、あんまこう画を出さないものだなって思ったんですよね。その役がまずありきりだし、監督とか演出家っていうものがあって、そこで自分がじゃあどういうふうにその表現をしていくかっていう、自分自身の人間性を出す場所じゃないって思ってなんですけど、まあ最近その考え方が変わってきて、この役を俺がやるのと別の人がやるので、これは意味は違ってくるし、じゃあやっぱそこに元々の人間性っていうのも存在しててもおかしくないんじゃないかなっていう、まあ演出家の思い通りのことをただやるっていうよりかは、自分のオリジナリティを出していかないといけないのかなっていうのを考えてて、でモデルはどっちかっていうと、結構もう、洋服をメインでもちろん見せますけど、でも見られてるのは自分なんですよね。結局だからその自分自身を出す場所っていう風な感覚だったんですよ。正直モデルの撮影の方が結構大変なこともあったり、自分っていうものがこう投影されるかな。でもその役者としての考え方がちょっと変わってきて、自分自身を出してもいいのかなっていう風に思えるようになって最近なってきたので、結構もともと別だと考えてたものが最近はそんなに違いはないのかなと。だからもっとこれからね、そのモデルの人たちもお芝居の方をやってみればいいのになっていうふうには個人的には思ってますよね。まあその、まあ、これはもう撮影しててよく言われるのは、まあやっぱりこう役者もやってるから表現っていう部分ではモデルだけをやってる人よりかは幅があるよねっていうふうには言ってもらえることは多いんですけど、まあ自分の中でこう役者もやってるからそうなれたっていう感覚っていうよりかは、モデルの仕事だったらカメラマンと自分と、基本的に撮影するんだったらこの2人のセッションっていうところなので、お互いにこう何を求めている、向こうが何を求めているのかとか、向こうがこっちの何を引き出そうとしているのかっていうのをこう読んでこうやっていく、作り上げていく作業なので、役者だからっていうよりかはそこを読み取れる力というか感じ取れる力があれば、役者をもしやってなくても表現力っていうものを出しながら撮影はできるのかなと思うので、そこに関しては、まあ、役者の土台は影響はしてるのかなとは思います。そうですね、まあこうシビアな話っていうか、モデルって、まあ、年齢的な部分より役者に比べるとシビアになってるというか、なのでこう今の年齢でモデルとして活動できるところは、まあ、やっぱこう活動していきたいですよね。こう年を重ねてシニアになった時にその味が出る、それこそこの間幼児山本でこういろんな俳優の方が、大ベテランの俳優の方が歩いてるのを見られて、やっぱあれはもうめちゃくちゃかっこいいですし、やっぱ年を重ねてああいう風にはなりたいですけど、まあ、当然今はああいうふうにはできないので、だったらまだそこまで重ねてないけど、今のこの見た目とか年齢っていうところでまだこうまあ抗うというか、まあ
できる仕事、そのベテランの方たちができない仕事をやっていきたいなっていうのはあります、ね、逆に役者で言ったらもっと早くこう、まあ、キャリアとか経験をもともと積んで早くそっちの方にこう、まあ、ベテランの方にというかなれるようにしていきたいかなっていうふうに考えています。Adrenaline